はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン、白炭天神ですね、になります。はい、今回ですね、新しく、ニスラード大影リマスターによってブルーナが追加されたんですよ。ブルーナとギセラですね。で、こいつらが合体すると悪魔の声ブリセラっていう、エルドラージカードになるんですけど、はい、このカードって今の環境というか昔の環境って、ギセラの方は使えてたんですよ。確かイニカゲが活躍できる、スタンダードの時って確か白いデッキに、メインとかサイドとかね、どっちか忘れましたけど、ギセラが何枚か入ってたっていうことはちょこっとあったんですよね。はい、そもそもね、ギセラ自体が4マナ43飛行先制ハンコンとかね、もうそもそもが強いと。はい、そもそも強いところに、こういう効果があったらね、4マナ43とはいえ普通に使われるよねっていう話で入ったと思うんです。で、ブルーナさんの方はね、なんと悲しいことに使えてなかったんですね。7コストはやはり重いらしい。はい、合体したらね、90の飛行先制警戒ハンコンの対戦相手はマナ総量が最下である呪文を唱えることができないってね、とんでもない制圧能力を発揮するんです。発揮するんですけど、ねーみたいな、そんな形なんですけど、今のですね、セレズニアカンパニー、セレズニアエンジェルですかね、っていうデッキって、ニクソスが入って、カイラの再建入ってるじゃないですか。で、そうなった時に、カイラの再建を使えるだけマナがあるのであれば、ブルーナ出るよなってことで、今回はですね、カイラの再建とか、カンパニー、集合者中隊とかを、完全にオミットして、もう4コスト以上のカードの強いところを入れた形でデッキ組んできました。はい。それによって、今までね、ジアーダって、実は戦乙女とかね、輝かしい天使とかと、相性はいいんですけど、相性がいいよりも、ジアーダが一番いい相性のカードって4コストのカードなんですよね。はい。2で置いて3ターン目に4マナのカード出せるよっていう4コストのカードだったんですけど、今までは戦乙女ぐらいしかね、強みがなかったんですが、そこに対してね、こういう4マナの強い動きを採用することができるようになったっていうのが、カンパニーというか、カンパニー軸、カイラの再建軸にないメリットなのかなと思います。そして、白絡みのデッキってことで、さらにこのリハンダニスクレーブですね。このカード、イカレカードなので、本当にイカレカードすぎて、もう何でも入るんですよ。で、何でも入った結果がこういうことですね。はい。もうやりたい放題ですわ。うん。そんなことができるぐらいには、環境的には立ち位置自体はいいのかなとは思います。カイラの再建とか、カンパニーの枠を、その分だけ4コストの強い天使に変えたっていうデッキなので、そもそもね、構築自体がそんなに結構歪んでいるわけではないですし、土地も白単色にすることができるってことで安定度がすごく高いこと、除去が欲しければ、スカイクレイブの亡霊みたいなカードの除去はないんですけど、コツカとかをね、入れてあげることもできるってことで、非常に強力なデッキになっているのかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は、6割、7割ぐらいかなと思います。相手が天砲すると勝てないので、先手で相手が天砲してくるようなデッキに対してはね、ちょっとどうしようもない部分もあるんでね、除去がない分で。その辺については初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープでいいですね。先手番なのと、ジアードから入ってどうこうっていう動きができること。輝かしい天使を2ターン目に出して、ライラ置くと、ライフゲインでね、いろいろとできると思うんで、除去されないこと前提ですけどね、話が除去されない前提ですけど、OK でしょう。大木場星団。青黒で大木場星団入るデッキって結構珍しい気はするんですけどね。あんまり多くない気がしてます。別に、でも、ならず者か。ってことは、ログ絡みですね。プッシュ。これは、翼の司教がいますけど、翼の司教は次のターンでいいですね。1マナインスタントで、四天使落とせるカードって、レイオブエンフィールドメントしかないんで、処罰者なら処罰者で特に問題はないですね。なんか最近、ログ絡み流行ってきてる印象があるんですけど、どうしたんですかね。別にいいですけど、珍しいなーっていう感じではあるかなと思います。処罰者をブロックとかするよりは、しっかりとこっちの打点で殴りに行った方が強そうなんで、心を一つに
まあ結局こいつが人間なんでね、しゃあない。まあ翼の司教、これは置かない方が強いですね。うん、翼の司教が除去されないなら次のターンに戦乙女戦乙女出した方が多分強いです。でまあライラが残るならライラが残りでもいいので、うん、トップから土地だったらライラ置いてどうこうっていう動きもできますしね。で思考盗み向こう殴れないんです。まあ除去があるかどうかっていう話ではありますけど、殴ってきたならブロックしますか。うん、まあもう一枚思考盗み持ってそうですね。これは水難があるなら最初に使うべきなんで、うん、打点が2点分損してる形になるんで、水難があるのは最初に使うべきなんですよ。なんでまあこれは別に問題はないかなと思います。あ、ライラ引きましたね。ならライラから行きますか。ライフレースボロボロにできるんで、うん、こっちからで問題ないと思います。除去がない限りはもうライラだけでゲームができるんで、うん、まあてかライラだけ普通に殴っていけば OK ですからね。まあ何もないならそれはそれで問題はないので、まあ戦乙女置きましょう。なんかインスタント構えてそうですね。うん、感謝。水難でも引きましたか。いやでも水難があるならライラに打ってきますよね。うん、ああセラノモハンまで引きましたね。まあとりあえずライラ殴りましょう。思考盗みでも引きましたかね、それなら。うん、思考盗みですね。まあまあ特に問題はないかなと思います。トップから土地引けるとセラノモハンからね、まあいろんなゲームができそうなんで、この辺引けるとありがたいかな、土地が引けるとありがたいかなと思います。ニクソスとかね、うん、ニクソスとか引けるとまあとんでもないこと始めれると思うんで。でまあ結局思考盗み殴れないんですよ。うん、で処罰者とかが殴ってきても何の問題もないんで、こいつは全員ハンコ持ってますからね。うん、処罰者とかが殴ってきても特に問題はないのと、まあこの処罰者なんならこの11でダブブロでいいですね。うん、11でダブブロしてあげましょう。ニクソスとか引けないかなって感じですね。まあとりあえずセラノモハンは置きます。あ、そうか、ニクソス置けますね。まあ次のターンでいいでしょう。まあこいつらも殴っちゃって問題ないと思います。うん、5点4点、なんかいいのないかな、落ちないですかね。これブルーナがデッキから墓地に送られるとブリセラ揃うんですけど、いけませんかね。落ちてくれるとありがたいんですけどね。対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ではあるんですけど、手札自体はキープのハンドですね。キープしましょう。沼、これはほとんど、いやでも最近なんかドレッジが流行ってるらしいとはありましたけど、これはパルヘリオンシュートですね。うん、かっこいい。はい、今んとこ手札捨てるカードないですよね。なら出さないです。うん、何も出さない方が強いと思います。シガでそこにいるスカイソブリン一回出させましょう。でまあ早いうちにライラとかまでね持っていけると、それはそれで OK ではあるの でこのタイミングでジアーダかな。うん、もうあと5点は受けちゃって問題ないので、ハンドしてる手段がないのであればこのまま結構楽にゲームはできると思うんです。うん、ここは5点受けましょう。でまあライラまで置けばね、エシカの戦車とかもそんなに怖くはないので、はい。でまあ次のターンにはね、鼓舞する監視者が2体とか、そういう動きでゲームはできるかなと思います。うん、普通に飛行先制ハンコンって強いのと、まあ手札捨てる要素がないのであればスカイソブリンが飛んでこないんで、エシカの戦車の追加、まあエシカの戦車めちゃくちゃなことになってますけど、まあジアーダのねハンコン警戒みたいなやつもあるんで、うん、まだまだ全然ゲームできるかなと思います。
いやこれ手札捨てるカード引かれてないだけ全然マシですからね。マイシカの戦車が殴ってきてもライラでブロックできるんで、特にそこら辺は問題ないかなと思います。うん、これやるなら多分シガまで殴ってくるべきだったと思いますね。シガまで殴ってくるのであれば、まあ4点とかプラスで入るので、これってシガから出たやつじゃないですよね。まあでも落としますか。そうですね、落としましょうか。一番でかいとこ落としとく方が、まあこの後殴りはしますけど楽になると思うので。うん、ブルーナとかもね、後々すごく強く使えはしますからね。まあこれはジアーダは殴ります。鼓舞する感謝を2回出しましょう。4-3、ほい。まあこれで相当楽になりましたかね。うん、次のターンにはまた若年の戦乙女とか出してあげると、それだけでもね、ハンコン生物で勝てるんですよ。でスカイソブリン手札から落とせないのであれば特に問題ないんで、うん、まあジアーダも落ちますけど、そこら辺もあんま問題ないですね。まあ、ブルーナから出してあげるっていう手段もありますからね。一応次のターンはブルーナ出せるかな。そうですね。でこれ相手なんですけど、下手に殴んない方がいいんですよ。殴っちゃうとね、ハンコン生物というか、そもそもこれほぼ勝ってそうな見た目してますね。どうしよっかな。戦乙女引いたんですよねって思ったら対戦相手投入ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手番ではありますけど、欲しいところは引けてそうな気がしますね。キープしましょう。まあ、翼の司教から入ってあげて、正義の戦乙女で問題はないかなと思います。白緑、なんかミラーマッチ臭いですけどね。ミラーマッチはどっちが早く戦乙女を育てれるかっていうゲームです。うん、まあとりあえず翼の指揮を置きましょう。まあお互いこれ膠着するんですよね。で膠着した時なんですけど、まあ一応こっちの方が有利になる要素と向こうの方が有利になる要素の2つあるんで、うん、向こうの有利になる要素はカンパニーがあることになるかなと思います。正義の戦乙女を並べやすいんですよね。でまあこっちの有利な要素は、まあ、とりあえずここはブロックします。でかい天使を出すことができることですね。うん、ただ今のところこっちの方が不利です。これどうしよっかな。うん、ジアーダ戦乙女の方が強いか。最終的に戦乙女並んだ時にサイズが同じになるんですよ。でそうなった時にプラス1カウンター乗ってる方が強いんですよね。うん、なんでまあこっちからで問題ないかなと思います。輝かしい天使、さあ非常にねめんどくさいゲームになってきましたけど、ええ、ちなみに殴ってきたらまあブロックしてあげればいいかなと思います。もうね大変なことになってますよ。ええ、ライラも結構嬉しいですねこれは。ただまあ翼の司教からで問題ないかな。うん、一旦こっちからで問題ないと思います。ライラは次のターンでいいですね。さあなんてひでえゲームが発生するんだ。このゲームねライフ100点ぐらいまでは余裕でいくんですよ。うん、ライフ100点まで余裕で、多分そっからのゲームで、いやただね向こう輝かしい天使3枚引いてるんですよね。こっち輝かしい天使引けてないので、純粋に天使の数で負けてると思います。うん、もう大変なことになってますからね。ええ、これはライラからでいいかな。うん、そして殴れませんと。なんてめんどくさいゲームなんだ。うん、まあ向こうカンパニーから戦乙女が追加されるかどうかみたいなところはありますからね。スカイクレイブの亡霊、いやー追放はちょっと嫌なんですよね。追放じゃなければ何とでもなったんですけど、まあでも向こうが投げないことに変わりはないんで現状。うん、まあこれは戦乙女追加して、まあセラノモハンまで出しちゃいますか。
エンドでどっかのタイミングで殴り始めなきゃいけないんですけど、こっちも輝かしい天使が引けるかどうかのゲームです。うん、輝かしい天使さえ引ければね、数でなんとかなるんでゲームはできるんですけど、それかこっちからでかいカードを積もるかどうかですね。うん、軍団の天使とか引けるとめちゃくちゃ楽になるんで、これは一旦エンドかな。うん、軍団の天使とかね、その辺が積もれるとまあ楽にはなるので、あ、これ正義の戦止め引きましたね。これはホブツル監視者と、いや、こいつら全員殴りますか。うん、死んだらセラノボハンからもう一回出せるんで、こいつは殴ります。数減らせれば OK なんで、まあ翼の司教からトークンは出るんですけど、うん、まあセラノボハンがいるメリットをここで生かしに行きますか。まあ順番は変わりませんね。うん、まあ翼の司教がねこっちもいっぱい出るのと、まあ数は同じです。数はね、はあ、ひでえゲームが発生してますけども、まあ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 、まあ、戦後にもう一回出しましょう。一応こっちから入るのが一番強いです。うん、まあ置いてエンドにしておきましょう。まあライラのおかげっていうのもありますからね、スカイクレイブの亡霊、これはセラノモハンを持ってかれますと。まあまあまあしゃあないかな。あ、ブルーナ引きましたね。ならブルーナ出しますか。そろそろギセラあたり引きたいですけどね。ワンドロー、あー戦乙女引きましたね。これ次のターン戦乙女置いて、ここのトークンも殴っちゃって良さそうですね。うん、まあ6以上になっていけば殴って OK なんで、向こうはニクソスを引きましたと。まあこっちはね正義の戦乙女追加して、向こうよりサイズが一回りでかくなれば OK ですからね。うん、これは鼓舞する監視者ももう一回殴るかな。まあとりあえずここの6体は殴って大丈夫です。うん、まあ監視者も殴っちゃいましょう。一応輝かしい天使が2回かニクソスがあるんで、結構な動きができたと思うんですけどね。まあエンドで309点、もうめんどくさいですよ。こっから先はもうめんどくさいですからね。あ、ダニでかいですねこれは。まあ7体殴ります。そこの天使が死ねば私は OK ですよ。まあ1体は輝かしい天使でいけると思うんでね。うん、相手の数を減らしに行くっていう動きはこのゲーム一番大事なんで、一番はその66よりも多分33のトークン減らすのが一番だと思います。数減らすのが一番大事ですからね。それなんか一つめんどいこと起こってません？33、これはスピリット全部消し、いやー天使、いやまあいくつか天使は落としときますか。まあこれはこっちでいいです。うん、もう大変なことですよ。これはもう大変なことになってますからね。とりあえずダニ置きましょう。エンド、まあブルーナとかでも殴れるようにはなってるので、若年の戦乙女これは大丈夫ですね。てか
相手がねニクソスから輝かしい天使をめちゃくちゃ起動できることに気づかれちゃうと私負けるんですよ。うん、てかこっちもね早いこと輝かしい天使引かなきゃいけなくて、引けないとあの数での対抗ができなくなるんですよね。うん、まあ、とりあえず若年の戦乙女を置きましょう。こいつは次のターンから殴り始めていいかなとは思います。もう大変ですよね。一応あと10ターンあれば、おい、10ターンあればね勝ちきれるとは思うので、まあそんなことはほぼありえんと思うのでね。うん、早いことをこいつらをひっくり返したいんですよね。ブリセラにしておくと向こうからもう追加でクリーチャーが飛んでくることはなくなるんで、うん、早いことブリセラにしたいんですけど、まあ引けませんね。うん、まあ、とりあえずブルーナだけでゲームしに行きますか。白、ほい、あと10回ぐらい殴れればね。うん、まあ、向こうも土地こっちも土地ですよ。ええ、これはお互い様と言っていい。まあブルーナでね永久にゲームしましょう。ライラのおかげでね永久にハンコあるんで、何回かは多分大丈夫だと思います。で早いことね向こうのライフをめちゃくちゃに削っときたいんですよね。うん、てかあと10回殴ったら OK だから、なんか毒カウンター乗ってますね。ええ、なんか毒カウンター乗ってますね地味に。はい、でこれなんですけど、まあ、お互い土地しか引いてないことは分かってると思うので、うん、まあ向こうが正義の戦乙女とか追加で引いてくるとちょっとめんどくさいかなとは思います。まあジアーダのおかげでサイズゲーは結構できてるので、そこはなんとかなってるとは思うんですけどね。うん、ほい、輝かしい天使が4回ぐらいは起動できるはずなんですよ。あー引かれちゃいましたね。ちょっとめんどくさい、まあ、ちょっとめんどくさいですけど殴れはしないので、うん、あのこっちにもハンコンついてますからね。ハンコンついてるんで向こうから殴ることもなかなかできないんですよ。でまあこんだけめちゃくちゃにライフ回復されちゃったんで、ええ、こんだけめちゃくちゃにライフ回復されちゃったんで、おい、まあこっから先はあのスクレルムであと6回殴ります。なんて不毛な争いなんだ。なかなかないですよ。うん、不毛も不毛な争いですからね。私ライフ528までいきましたしね。あ、やっと来た。このブリセラになった瞬間に相手がこっから後続出すカードがカイラの再建かカンパニーしかなくなるんですよ。はい、なんでねこれは非常にありがたいとこですね。うん、いやこいつの変身初めて見ましたよ。てかこれなら普通にこいつらで殴った方がいいのでは。まあ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 、まあ、天使ですよね。うん、天使だね。いやー初めて合体が見れました。うん、カンパニーとカイラの再建以外は相手は使えないはずです。うん、スカイクレイブの亡霊も使えないんで、こっから先はまあやりたい放題ゲームスタートですね。うん、やりたい放題ゲーム開始です。まあでもね24-25程度なら相手普通に落とせるんで、まあ注意自体は必要ですけどね。うん、まあでもあと3回殴ったら勝ちなんで、まあ、とりあえずギセラ出しましょう。20-19の飛行戦線ハンコンですね。強すぎ。いやー楽しい、こういうのがいいんですよねこのゲーム。あ、カンパニーは引いてくる。
スカイクレイブの亡霊もう一枚引かれちゃいましたね。これ相手ダニしか取れないんですよ。うん、相手こっから先永久にダニ止めなきゃいけないんでね。で戦乙女とかがカンパニー以外から出てくることもないので、まあこっから先は結構楽なゲームできるんじゃないかなと思います。うん、ライフがねめちゃくちゃなんで、まあこれアーデンベールにしといて、まあ廃墟の地使わせますか。うん、まあアーデンベール起動。ダニがまだ1枚しか見えてないんで、うん、もうちょっとだけある可能性は高いかなと思います。てかそろそろまたもう1枚ずつぐらい引ける可能性が高いぐらいですね。ライブラリ30枚掘ってるんで、うん、まあ土地と、まあ攻撃しない。ブリスラとかも早く殴りに行きたいとこではあるんですけどね。このゲームってこういう固まり方するんですよね、ほんと。フロストドラゴン、意味ない。だから土地引きすぎでは。気のせいですか？うん。15枚ですね。あ、相手これ、輝かしい天使。ね。多分何回起動できるかっていうのを見たと思います。ジアーダ。これは、ジアーダをジアーダに変換しますか。こうするとね、ジアーダにプラスカウンターいっぱい乗るんですよ。うん、プラスカウンターいっぱい乗るんでエンド。まあこういう動きもしてあげましょう。で向こうは3コスト以下のカード出せないんでね、こっからもうやりたい放題ですよ。ブルーナ、ブルーナ引けるなら感謝とかそろそろちょっとだけ殴りに行きますか。そうですね、ブリセラはフラッシュで動けるカードがカンパニーしかないはずなので、うん、カンパニーしかないんでこれは、いやでもこれそこの883体分ぐらいしか持っていけないんですよね。あんま美味しくないな。ならもうちょっと待ちますか。うん、負けはしないんでね。カンパニーかカイラの再建かを使われない限りは負けはしないんで。あ、もらってダニ。あ、やっと引きました。あと3回また殴りに行きましょう。なんて長いゲームなんだ。うん、でここまでやってないってことは多分アジャニがないんですよね。ああ、やっと輝かしいテンションも引きましたよ。うん、これが早く欲しかったんですよね。白、これがねミラーマッチなんですけど、戦乙女と輝かしいテンスの枚数でしかゲーム決まんないんで、うん、決まんないので、おい、うん、オッケーオッケー、もうめちゃくちゃや。うん、もうちっちゃくなりましたからね。ええ、ライフは1000を超えました。1000超えましたけど、あと毒で勝てるんで。うん、あといくつか聞きたいポイントがあるんですけど、私のニクソスどこ行きましたかね。土地こんだけ引いてるんですけどね。うん、土地こんだけ引いててニクソス引けないんですけど、どうなってますかね。とりあえず殴ります。 あとこの22、22も殴ってよかったですね。うん、いやでも21でしょ、4回ぐらい起動できる？いや、5回か。5回起動できる？ 5 回、ああ、でも22なら貫通できますね。次からこの警戒も殴って良さそうです。ただまあ、これ対戦相手投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね、基本的にはまあ戦乙女とかこの辺のね、かかがしい天使とかでゲームしていくっていうのに、まあこのギセラとかライラとかね、もっと強いカードが採用できるっていうのは本当にでかいポイントなのかなと思います。特にこの天使たちってハンコン持ってないんです。あの翼の司教だったりとか戦乙女とかの回復にまあ結構頼りきれないところがあるんですけど、まあそこをねライラでハンコンをつけてあげることができるってことで、まあその辺を含めても非常に強力な敵になってるかなと思いますね。でまあ本的もちゃんと弱点があって、それがシステムクリーチャーに弱いんですよ。まあどうしても仕方ない部分はあるんですけどね、儒教をオミットしてる関係上、まあ元々のカンパニーってスカイクレイブの亡霊とかね、その辺入れてると思うんですけど、まあこのデッキはその辺が入らないということで、まあ儒教ができないんですよね。はい、じゃあで儒教ができなくて今の環境厳しいかって言われたら別にそうでもないんですけど、はい、そうでもないんですけど、まあ今後ね、活動するにあたって、活動というか活躍するにあたって、まあ例えばね、相手のソリ、剣術が厳しいみたいな、そういう動きがあったりとか、まあこれは魂ハギネオフォームとかでも同じことが言えるんですけど、本当に除去がないせいで負けてしまう試合っていうのは結構多いかなとは思ってます。ただまあ、そもそもはですね、プッシュに当たりづらいカード、輝かしい天使やエキサートイみたいなプッシュに当たりづらいカードだったりとか、あとパワーワードキルね、多いパワーワードキルとかには当たんないんですよね、ラクドスの。その辺含めたら一応ラクドスに対してはある一定以上の勝率は保てるのかなっていう印象はあります。はい、でまあそれはそうだね、オミットした分のギセラブルーナみたいな動きだったりとか、まあそもそもライラの強さだったりとかね、その辺がめちゃくちゃ強いのと、まあ除去が欲しかったらね、多分コツか、まあ若年の戦乙女あたりだったりでは、鼓舞する監視あたりは抜いても多分大丈夫な枠、まあこいつらも強いんですけどね、抜いても大丈夫な枠なので、この辺を変えてあげる、まあドロソとかに変えてあげる動きもありですし、まあブルーナとかね、唱えたタイミングで墓地からまあ天使蘇生することができるってことで、まあ色増やしてあげると、例えばアトラクサとかですかね、アトラクサとかを出すことができたりとか、まあそういう動きだったりとかで、強力な動き自体は結構あると思うんです。なんでね、まあまだまだ面白いデッキ構築自体はいっぱいあると思いますし、いろんな形でデッキ自体は組めると思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。